8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、先ほどね、8テレがありまして、でね、19時からね、放送予定だったんですけども、18時半からっていうことで、まあ、なぜか30分早まったよっていう感じ。で、19時の場合だと、僕ちょっと出かけないといけないので、うん。その関係でね、ちょっと動画撮れないかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、18時半だったらギリ動画だけ、撮れるので、まあね、とりあえず撮ろうかなって思った次第です。はい。はい、でね、もう注目のね、その誰が UR 出てくるんだっていうところで、まあ、気にはなっていたんですけども、レナ様でした。はい、もうね、画像を見た、覚醒前の画像を見た瞬間、めちゃくちゃかっこいいって思った。これかっこよくない？めちゃくちゃ、もういかにもさ、もうレーザービーム的な感じのね、返球をしそうですよね、これ。迫力が半端ない。もう、レナ様のもう、ラスボス感っていうか、強者感がね、もう、他のね、なんかキャラクター、まあ、強打者っていますけど、他にも。いるんだけど、もうちょっとね、かっこよさが上気を逸してるなっていうふうには、個人的に思った。はい。という感じで、まあ、UR はね、まあ、レナ様ということで、でね、これ、2年前もね、前回の動画でもお話しした通り、2年前もね、UR のレナ様が出まして、うん、まあ、その時は月属性のね、レナ様が出たんですけども、その時はね、ライバル校初の UR だったんですけども、今回ね、またレナ様が出たというところで、まあね、2週目ですね、もう、見ての通り、2週目のレナ様なもんで、ライバル校初のね、2週目という感じになりますね。うん。だもんでね、能力とかもね、やはりね、CH の能力がね、まあ以前のね、レナ様は、まあかなりね、シンプルな、まあ古い性能だったので、まあすごくシンプルだったんですけども、で、今回はね、ちょっと今風な感じになりましたね。うん。で、そのね、CH の性能っていうのが、まず打席時5回以降ですね。うん。回以降、まあ指定がありますね。で、流し打ちか引っ張りを使用することで、まあ効果が違うというような感じ。はい。で、まあ基本は、まず、オペレーションコストの回復。で、あと自身の調子が、1段階上昇。で、あと追加効果が発動みたいな感じですよね。うん。で、さらに、それ流し打ちがまず、三振率と、敵補給率が、減少というような感じ、うん、ですね。はい。で、まあ、三振率と敵補給率減少は、既存のレナ様も同じですね。まあ、振り幅は多分同じぐらいなんじゃないかなって感じ。うん。予想としてはね。はい。で、それで流し打ちはそんな感じで。で、引っ張りだと、長打率が上昇。まあ、長打率が上昇のみ。これが基本ですね。で、あと、走者がいるとき、追加効果発動って感じですね。うん。で、その内容っていうのが、走者人数 ×3% のスキル発動率、低下状態を、敵投手に、付与。っていうような感じで、まあ、一応ね、デバフがあるよっていう感じなんですけども、これね、UR2 周目のつくもパイセンでも似たような感じの、効果がありましたよね。まあ、ちょっと僕持ってないんで、全然把握してませんけど、うん。まあ、ちょっとね、状況に応じて、まあ、そのデバフのね、発動率が変化するっていうような感じ。うん、まあ、ちょっとこの辺の発動率低下状態がどのようなものなのかっていうのは、ちょっと使ってみないことにはわからないよっていう感じですけどね。うん。まあまあ、あと、その、振り幅がね、まあ、どうなってるかっていうところですね。まあ、長打率上昇にしろ、三振率とか敵補給率減少にしろ。まあ、その辺はちょっとね、使ってみないとわからないっていうところなんですけども、まあ、オペレーションコスト回復持ってるので、まあ、おそらくね、オペレーションコスト10回復なんじゃないかなっていう感じ。さすがに15とかではないような気がする、しますけどね。うん。まあ、おそらく、まあ、無難に10回復で実質5消費っていう感じだと思います。で、自身の調子1段階上昇持ちなので、まあ、自ら調子ガンガン上げていって、絶好調まで上げることができるよっていう感じだもんで、まあ、悪くない性能なんじゃないかなっていう気はします。うん。まあ、普通に、いいんじゃないでしょうか。はい。という感じで、他にもね、ちょっといろんな情報が出てきたんですけども、ちょっともう時間がないので時間がないので、ちょっとレナ様だけの情報とさせていただきます。うん。まあ、僕ね、なんだ、翼ちゃんの時、今、ギリギリ開催されてるね、翼ちゃんの時は、ちょっとね、スルーしたんですけども、今回のレナ様はね、がっつりね、もう出るまで、天井最大ね、200連まで、引こうかなというふうに思います。うん、まあ、ライバル三好ですし、まあ、好きなキャラクターの一人なんでね、うん。で、まあ、引こうかなっていうふうには思います。
はい、という感じでね、まあいろんなね情報で出てきましたけども、まあその辺ね、あのなんかお話ししたいことがあればコメント欄でお願いします。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。